カブト山記念は1947年から2003年まで行われた中央競馬の重賞競争である。カブト山は1933年の第2回東京優秀に優勝したほか、現役時代5度にわたるレコードタイムを更新した実績を誇る昭和初期を代表する名馬として知られる。1947年第二次世界大戦後に復活開催された 最初の東京優秀で、カブト山産区の松緑が優勝。内国産守護馬として、初めてダービー優勝産区を出した、カブト山の業績をたえ、1947年に、中山競馬場で第1回の競争が開催された。第10回からは、東京。1980年からは、福島と、開催場を変えて開催された。中山開催の時代は、 菊花賞の前哨戦として出走してくる大馬と、クラシック路線で活躍した頻馬が激突する、出走馬のレベルが非常に高い重賞競争だった。第1回の出走馬には、さつき賞、優秀頻馬の変則にカンバとキツカゼ、サラケーながら大花賞、菊花賞を制した、もう一頭の変則にカンバブラウニー、上述の東京優春馬、松緑、 重傷を未勝利に終わったものの種ボバとして成功を収めた島高といった早々たる面々が出走馬に名を連ね、その後もクラシック登録がなかった悲運の名馬、ウィザート、時のミノルの最大のライバルであった逸生、後の菊花賞馬白霊らその年の四歳馬の中でも競合中の競合が出走するレースだった。東京開催の時代は試行時期が菊花賞の後に固定され、 残念、菊花賞という色合いが強いレースになったが、距離が長すぎる、輸送に弱いなどの理由でここ一本に勝負をかけてきた馬が出走してくることもあり、やはりレベルが高いレースだった。その後、クラシック路線で活躍した品馬は、ビクトリアカップに向かうようになり、出走馬のレベルは低下。1974年からは小馬に解放され、合わせて、 父内国産馬限定戦に変更された。1970年代以前は、クラシック路線以外では、関東と関西の交流が少なかったこともあって、東京開催時代までの本レースは、関西馬が出走してくることが非常に少なかったレースであり、福島開催に移行した第37回の名勝キングまで、関西馬は一生もしていなかった。 福島開催の時代も、父内国産場限定戦として開催し、福島記念と並ぶ、秋の福島開催の名物レースとして長年、親しまれた。2003年の競争は開催スケジュールの見直しを、図った関係で春季に繰り上げられたが、これが、最後の開催となった。これは、種ボバリーディング上位を争う内国産種母場の登場により、父内国産場奨励の目的が、 ほぼ達成できたという観点からである。なお、2004年から、この競争に変わる形で、同時期、同距離で、福島品馬ステークスがスタートすることとなったが、開示は、出走条件が異なることから、一旦、カブト山記念を廃止した上での新設扱いとして2004年を、第1回とした。また、これと同時に、愛知杯も、品馬限定に変更され、 さらに2008年からは、中日新聞杯も、出走資格が、父内国産馬限定から、混合競争に変更され、これにより、中央競馬の父内国産馬限定重賞競争が、姿を消すことになった。安田孝義が非常に得意としていたレースで、3連覇1回、2連覇2回を含む8勝を挙げている。なお、は、東京競馬場では、東京優で、 福島競馬場では、提出5勝点で勝利を収めている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。